石井茂芸霊は、日本の実業家。川崎近海汽船株式、会社代表取締役社長や、同社代表取締役会長、日本内公会運組合総連合会理事などを、務めた。大阪府出身。1968年大阪府立三国岡高等学校、卒業。1972年神戸大学、経営学部卒業、川崎汽船入社。 2002年川崎汽船取締役、電力タングループ長。2005年川崎汽船常務取締役。2006年川崎汽船常務執行役員。2009年川崎近海汽船常務取締役。2010年川崎近海汽船専務取締役。2011年から。 川崎近海基船代表取締役社長を務め、人手不足に対応して、進行路開設などを進めた。2017年、川崎近海基船代表取締役会長。2020年、川崎近海基船特別顧問。この間、2011年から内航労務協会副会長も務めたほか、日本内航会運組合総連合会理事なども歴任した。 AB、社長インタビュー、陸海を効率的に結ぶニーズに合わせ、航路解説川崎近海汽船、石井茂げ社長輸送経済新聞2015.09、08 20、高日10三39、同窓会、編集長インタビュー石井茂げ川崎近海汽船社長モーダルシフトを呼び込む航路を、解説します。内航海運50巻972号、決載ページ12から16、 川崎近海基線、石井茂げ礼社長に、近況と今後の抱負を聞く日本インタビュー新聞2011年12月14日。川崎近海基線、赤沼副社長が、社長に泣いているニュースマイナス2017、03、24川崎近海基線、社長に、区計専務日本海事新聞2020年3月30日デーリー番一面、内労協、新会長に、 浜田市日本海事新聞2011年11月29日デイリー版3面、内航海運の活動日本内航海運組合、総連合会。ありがとうございます。